おい、おい、マリナーズ。そうだよ、お前だよ。一体どうしちゃったんだよ。もう9月だってのにまだプレーオフ争いしてさ。しかもついにアスレチックスに並んで地区2位だって。本当にどうしちゃったんだよ。今年は来年につながる1年になればいい。5割勝てれば御の字と思っていたのにびっくりだよ。19年間プレーオフを逃し続けて、子供の頃に応援し始めた自分ですら成人してからもだいぶ経ったけど、今度こそやってくれるのかお前。なあマリナーズ、お前まだ戦えるのか？20年ぶりのプレーオフ進出、今度こそ信じていいのか？というね、茶番にお付き合いいただきどうもありがとうございます。さあ今回はマリナーズについて話していきますが、前半戦思いのほか勝って折り返したマリナーズ、あれからも意外や意外調子を保ちまして、今日の勝利でなんとついに地区内で一つ順位が上のアスレチックスに追いつきまして、地区2位に浮上してしまいました。いやまさか9月まで普通にコンテンダーっぽい野球をするとは思ってもいませんでしたね。ワイルドカード圏内2枠目のレッドソックスとのゲーム差も4ゲーム差と、残りの試合数考えれば近いとまでは言えませんが、今後の戦い次第ではまだまだ可能性あるくらいのところに位置づけていますので、本当に今年のマリナーズよく頑張っているなと思いますね。7月末に守護神のケンドール・グレイブマンをトレードし、チームの雰囲気も最悪となってしまって、その後ニューヨーク4連戦ではこの世の終わりみたいな負け方を繰り返したということもありましたし、また最近では今季思うように勝てていないロイヤルズ相手にホームで3連敗喫したということもありました。他にもアストロズのバッティング練習に無償で付き合うみたいな試合を2試合続けてやってしまったこともあったりと、細かく見ればひどい試合も結構あって、その度にもう今季は厳しいかなと感じましたが、そこから何度でも蘇ってきたのが今季のマリナーズです。戦力面で決して恵まれたメンバーとは言い難いですが、諦めない力だけでここまで来ることができたのは一つ大きな快挙と言えるのではないでしょうか。開幕前、ここまでマリナーズが戦えるチームだと予想できた人はそう多くはないんじゃないでしょうかね。シーズン前に現在では元がつきますが、球団社長がわけわからんこと言ったところからシーズン始まりまして、またオーナーが金銭面でケチったということもあって、戦力補強もろくに行わずに開幕を迎え、どう見ても勝つチームの戦力ではないんですが、ここぞの場面で力を発揮し、僅差のゲームを勝ちまくり、貯金は2018年以来最多となる12、得失点差はマイナス52と勝率5割近辺のチームと大差ないんですが、それでもここまでの勝ち星を積み上げることができたのは奇跡的とでも言えるようなチームのパフォーマンスですよ。得失点差に基づき期待される現在のマリナーズの戦績は63勝73敗で、多分実力的にはこちらの方が正しいと思いますが、データの壁を乗り越えた、データが全く通用しないのが今季のシアトルマリナーズというチームです。これはひとえに1試合ごとの選手たちの活躍、ここぞのプレーが光ったゆえの結果だと思っています。マリナーズがこれほどまでに得失点差から期待される結果を上回ることができた背景には、当然ブルペンとかの頑張りとかもあるんですが、打線がどうも意外と寄与しているようなんですね。こちらが今季のマリナーズの試合局面別の打撃成績、試合の中で勝敗を分けるような重要な場面か、あるいはそうではないかという局面に応じた成績なのですが、まず今季のマリナーズが MLB でも最低クラスの打線であることは皆さんもよくご存知かと思いますけれども、試合の結果にあまり影響しない、そこまで重要ではない場面でのマリナーズ打線のパフォーマンスもやはり MLB 最低クラスというか、 OPS や WRC プラスの面ではぶっちぎりで MLB 最低です。まあこれは打線が弱いことを考えればある意味納得の結果ではありますが、しかし問題なのは重要度が高い局面でのパフォーマンス、つまりここで打てば試合の結果を大きく左右しうる場面での活躍ですね。緊迫したここぞという場面になると、突如マリナーズ打線はただ長い棒を持って打席に入っているだけの集団から MLB 最強クラスの打線へと変化を遂げまして、打率2割7分6厘 OPS 8割4分5厘 WRC プラスはなんと134、OPS と WRC プラスに関してはいずれも MLB トップと二重人格を疑うような成績を残しています。確かに思い返せば今季のマリナーズは試合終盤に、まあ、打線が奮起するというケースが結構多いように思いますし、さよなら勝ちもすでに10回記録しています。試合が進むにつれ何かが起きるのを何度も目にしてきました。これはとても再現性の低い事象だとは思いますが、少なくとも今季マリナーズが得失点差以上に勝つことができているのは、異常なまでの勝負強さが要因となっていることは間違いないかと思っています。そしてこの勝負強さは MLB 全体でも近年稀に見るものとなっています。ファングラフスでは重要な局面、ハイレバレッジな局面でのパフォーマンスを数値化した指標、クラッチと呼ばれる指標があるんですが、マリナーズ打線は今季クラッチでプラス 7.64 と2位のフィリーズの2倍近い数値を叩き出しています。
ファングラフスによればクラッチはプラス2を超えれば素晴らしいそうなので、その基準の 3.5 倍以上の数値を残していることからも、やはり今季のマリナーズ打線は相当勝負強いのは間違いないんでしょうね。ちなみにマリナーズ打線が今残しているプラス 7.64 という水準は、直近10年間で調べた限り、2016年のレンジャーズがプラス 8.20 を記録して以来の高水準のようですので、ここ10年くらいのスパンで見ても相当勝負強いと言えるかと思います。またクラッチという観点では投手陣も負けていません。打線ほどに数値は高くないですが、プラス 5.21 は現在 MLB3 位。投手陣に関してはそもそも毎試合僅差の展開ばかりで、タフな場面を多く切り抜ける必要があるからという側面もあるでしょうが、打線に負けず劣らず、こちらも勝負強さが光っています。不思議なくらい今年のマリナーズは投打に謎の勝負強さがあり、得失点差を跳ね返しているのもわかる気がしますね。こういった異常なまでの勝負強さを含め、今季のマリナーズの強さに関しては得失点差だけでは表すことのできないオカルト的な部分もあるかと思います。これを生み出している理由はおそらくなく、本当にいろんなことがたまたまうまくいっているという部分が強い気もしますが、ただ一つ多少影響しているかなと言えそうなのがチームの雰囲気の良さでしょうか。8月末の同地区敵地8連戦をマリナーズは6勝2敗で終えましたが、この間の得失点差はマイナス9と、実に今季のチームらしい戦いでした。連戦後、サービス監督はチーム内で得失点差、ランディファレンシャルではなくファンディファレンシャルなる指標があると言及しており、この指標ではプラス90だったというちょっと変わったコメントも残していました。まあ、当然ながらこれは根拠のある指標ではないと思いますが、それだけチーム全体として楽しみながら試合に臨めている、チームのムードが良いということを表しているのだと個人的には捉えました。プレーオフ争いのプレッシャーを初めて経験する選手たちばかりのチームですが、押しつぶされることなく力を発揮することができているのは、これはポジティブに考えることができるんじゃないでしょうかね。ということで、開幕前の前評判の低さや得失点差の壁を乗り越えつつある今季のマリナーズに残された最後の壁はポストシーズン進出確率ですね。現地時間9月3日の時点でマリナーズのポストシーズン進出確率はベースボールレファレンスが算出したもので 3.8%、高いとは言えないですよね。残り26試合でまだワイルドカード2枠目のレッドソックスと4ゲーム差ありますので、確率が低く出るのはある種仕方ない側面もありますが、ただマリナーズはまだレッドソックスとの直接対決を残していますし、自力で並ぶ可能性も残しています。データからは想像できない戦いを今季のマリナーズはずっと見せてくれていますが、最後にこの極めて低いポストシーズン進出確率の壁を乗り越え、20年ぶりにポストシーズンの舞台に駒を進めることはできるのでしょうか。私自身、開幕前はポストシーズン今季は出られなくてもしょうがないかなとは思っていたんですけれども、ここまで来てしまうとちょっと期待してしまうと言いますか、最後にもう一つの壁をぜひ乗り越えてほしいなと願っております。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。